携帯電話なんて持つんじゃなかった。勝手に無断外泊を続けてるのはこっちなのに、メール一本くれないハチがますます勝手な女に思えて苛立った。ただの通信手段の機械に人の絆の強さを試されたくなんかないのに。まばたきが風を呼ぶ、微笑みがざわめきおけし去る、あなたの目に住む天使がささや、すべてが今始まる。グラムール美容専門学校の提供でお送りします。もう9日も家に帰ってない。時間が経てば経つほど帰りづらくなるのに、このままここで暮らし続けるわけにもいかないし、どうしよう。ハチはあの部屋で一人で何をして過ごしてるんだろう。トラネスのレコーディングは予定より伸びて、メンバーは合宿状態が続いていた。ハチが寂しい毎日を送っているのは明らかだった。あの自己中の男がマメに連絡をよこすとも思えなかったし、だけど同情はできなかった。それがハチの選んだ人生だ。おはようございます。早起きですね、たくみさん。少しは休まれました？いや、俺はこれから仮眠取るとこ。そうですか、お疲れ様です。レイラの様子は？よく眠ってます。お医者さんに処方してもらった薬が効いてるみたいで。眠剤俺ももらおうかな。え、たくみさんも眠れないんですか？マリちゃんが部屋に来てくれたら眠れるかも。行きませんよ。切ないな。もう耐えられないよ、こんな禁欲生活。じゃあ何としても今日中に終わらせないといけませんね。そうね、スケジュール狂いまくりでタケちゃん半泣きだ。タクミさんのフィアンセもきっと寂しがって泣いてますよ。それがそうでもないのよ。毎日何通もメールよこしてくんだけど、靴下が編めたとか何やら楽しそうでさ。靴下？気が早いっつーの。予定日来年の5月よ。あ、赤ちゃんの。しかしなんで女って肝心なことはなかなか言い出さないくせに、そういうどうでもいいことはいちいち報告したがるの？どうでもいいなんて言わずに少しは返事書いてあげてくださいね。書いてるよ、パパにも編んでとか。本当に？本気で編んだらどうしよう。しかもガキとお揃いの、痛すぎ。履くしかないですね、かなり見物です。私はハチが寂しさを募らせて私を恋しがってくれることを望んでいた。大崎奈々、
ああ覚えてるよ、ウサギのね。え、ウサギって、っていうか映さないでよ、テレビとかで流すの。いえ、雑誌の取材記録ですから大丈夫です。何にしろ関わりたくないんだけど。なんかしたの大崎。生の時にね、ウサギ小屋のウサギがある朝惨殺されてたんだよ。いかにもそういうのやりそうな暗い子だったから、みんな大崎がやったって言ってた。大崎さんは美人だから中学でも目立ってたけど、異常に不愛想で反感買ってましたよ。いじめとかあったってこと？よくは知りませんけど、嫌がらせした上級生にキレて怪我させたって噂は聞きました。大崎ってあの遠行やってんのがバレて退学になった女でしょ。今度は何したの？とこのようにまるで犯罪者の過去でも洗ってるような取材になってしまう。最高だな大崎奈々。なんて話題にこと書かない女だ。こっちはクタクタですよ。なんでカメラマンの俺がこんなネタまで拾わされる羽目に。人が足りねえんだよ。今日はもう帰っていいっすか。本庄蓮はまだ缶詰なんでしょ。ああたかが2曲撮るのに何10日もかけてんだろうな。なんかトラブってんのか。デスク、トラネスのレコーディング終わったみたいですよ。メンバーが各自帰宅し始めてるそうです。グラタ。でかいスペース開けて記事組んどっから期待してるよ、ツーショット。どうですか新曲。松尾ディレクター、川野プロデューサー、いいんじゃない、気合入ってて。いいよ、会心の出来栄えだ。じゃあすぐにでもレコーディングさせてください。そろそろ所属事務所も決めていただかないと。デビューの準備なら徐々に進めてるから。本気で進めてんのかよ、あのタヌキ親父。タヌキ笑い事じゃねえ。ほんとそんな感じ。もう酔っ払ったか。これ以上頑張っても無駄だよ。え、シン、やる気あんのかてめえ。この不況下にリスク覚悟の新人バンドに会社が金出せないのは当然だって。僕らみたいな古臭いパンクバンドにガイアは金出せないってさ。何それ、誰が言ったの。本当に申し訳ない、私の力不足で少しも話が進展しなくて。川野さんのせいじゃないですよ、うちのバンドの力不足ですから。いや、君らのバンドがどうこう以前の問題なんだよ。不況のせいで新人バンドの売り出しに会社が消極的なんだ。今はそれでなくてもバンドが売れない時代ですしね。でもトラネスなんて今やアルバムが300万枚に届く勢いだぞ。まああそこはボーカルのレイラが歌姫ブームに乗れるだけの魅力があるわけだが。でもそれを言ったら、ナナだって十分魅力的なボーカリストだ。私はまだまだ諦めたりしないよ、ヤス。俺たちだってそう簡単に諦めたりしませんよ。じゃあ私にもう少し時間をくれるか。仮契約は3ヶ月でしたよね。川野さんを信頼してサインした以上、約束は守りますよ。そうか、ありがとう。礼を言うのはこっちですよ。そこまで思い入れてもらえてありがたいです。思い入れだけじゃビジネスは成立しないがね。でも俺は音楽を思い入れのないビジネスにするつもりはありませんから。うちのバンドはナナといいシンといい
人様の愛情に恵まれずに育っちまった奴らもいますしね。あいつらに所詮世の中金と欲だけだなんて思わせたくはないんですよ。でもこの先ますますそれを思い知らされる機会が増えるだろうから、せめて川野さんのように本気でうちのバンドに愛情を注いでくれる人に後ろ盾してもらいたいんです。荷が重いですか？君の抱えてる荷物の方が重そうだな。半分持たせてくれよ。持てるだけ持とうとするな。両手いっぱい塞がってると肝心な時に身動きが取れなくなるぞ。ほら。その通りですね。まだ飲むの、ノブさん。これが飲まずにいられるか。不況がどうしたって、リストラにでもあった気分だよ。ハチに慰めてもらいなよ。不況のせいにしちゃいけねえな。俺がガイアの連中を納得させられるだけの曲を書けばいいんだ。貸せ。ねえノブさん、ハチと何かあったの？最近スタジオでも誰もハチの話しないし。シン、その名前は二度と口に出すな。ノブにだって触れられたくないことの一つや二つあんだよ。ところでお前、なんでアコギなんか買ったの？別に意味ないよ。出かけるね、僕。いいわね、僕ちゃんには慰めてくれるお姉さんがいっぱいいて、しかもギターまで買ってもらえて。自分で買ったもん。女にもらった金で買ったんだろ。同じことだ。なんだ、楽して欲しいもん手に入れたりするから、どんどんハングリー精神がなくなるんだよ。何が頑張っても無駄だ。アコギなんか弾いて遊んでる暇があったらベースの練習しろ。禁煙も続かないボーカリストに偉そうに言われたくないな。あ？ナナ。だいたいナナさんこそその新しいギターどうしたの？普通のバイト代で買えるとは思えないけど、大した腕もないのに随分不相応だね。レンに借りてんだよ。じゃあその服は？全部ミサトちゃんとレンからの貢ぎ物なんでしょ？ナナ。悪いかよ、売り合ってるてめえと一緒にすんな。挑発に乗んな。一緒にされたくないのはこっちだよ。僕はそれ相応の奉仕をしてるんだ。ナナさんなんてレンの優しさに甘えてるだけじゃん。シン！しょうがねえな、あいつは反抗期か。何脱いでんだ。ちくしょう、悪いかよ。甘えちゃ悪いかよ。いや別に悪くないから気にすんな。な、シンの言ってることは自分を正当化するためのへりくつだから。俺はむしろお前はもっとレンに甘えていいと思う。変な意地張って自分を追い詰めるなよ。はい。ああノブ、悪いな夜中に。寝てた？ああ起きてた。元気？おう。本当に元気なの？お前知らねえわけねえよな、ハチ子のこと。あ、でももうしょうがねえっつうか、正直今の俺にはどうもしてやれねえし。やっと現実が見えてきたか。お前を育てた親の苦労もちょっとは分かってやれよ。
はい、ごめんなさい。やけに素直だな。いじめがいねえや。それよりさ、レン、ナナが今うちに来てんだけど。なんだ、お前ん家にいるのか。携帯繋がんねえから心配してたんだよ。メールの返事も来ねえし。え、そうなの？電源入れ忘れてんのかな。練習の後、シンと三人で酒飲んでたんだけど、実はさ、レン、ナナ最近ちょっと様子が変なんだ。キレやすいのはまあもともとだけど、なんか感情の振り幅がでかいっつうか、今もシンと揉めてパニクって泣き出しちゃってさ。あと誰にも言うなって口止めされてたんだけど、自分のしたことを思い出せないっつってた時もあって。確かにちょっと変だな。ナナ、ナナ起きろってば。せめて服着ろ。うるせえな。男ならかかってこい。お手並み拝見してやるよ。レンが迎えに来てくれるって。そんな格好じゃ誤解されるだろ。そろそろ着く頃だから。来なくていいよ。なんで、つうか服着ろって。ヤブカにつけられたらどうすんだ。ヤバいって。ヤブカ？パパラッチに狙われてんだよ。直樹が言ってたらしいから間違いねえ。いやでも大丈夫だよ。ヤバけりゃ蓮も来るなんて言わねえよ。あいつはスキャンダルも白のうちぐらいしか思ってねえよ。狙われてるなんて一言も言わずに散々人のこと呼びつけやがって。自分のことしか考えてねえんだよ。蓮のおこぼれみたいに騒がれるのはごめんだ。ギター返しといて。しばらく会わないって伝えて。そんなに自分のプライドが大事かよ。レンにはお前が必要なんだよ。自分のことしか考えてねえのはお前だ。満ち足りない月。私は蓮といてもあんな感じ。どんなに深く愛し合ってもきっと誰も私を満たせない。でもステージに立ってる時だけは完全体になれるんだ。守り抜かなくちゃ。自分の夢だけは何を犠牲にしても。寝てるかな、ハチ。今何時だろう。どこ行ったんだよ、携帯。あるとうざいけど、ないと何かと不便だ。匠が来てるかもな。でも、私の家なんだし、私が遠慮してどうする。いや、もうわかんない。
八子いねえの？あのさ、ハチ、あの頃恋に溺れてばかりいたあんたも、もしかしたら私と同じ満ち足りない思いにもがいていたのかな。それなら理解不能だったあんたの気持ちも少しはわかる。あんたが守り抜いた新しい命は今もあんたを満たしてる。です。さあ、今夜お邪魔するのはこちら、バップというのもですね、実はこちらがあるからなんです。お願いします。はい、7 DVD 第6巻いよいよ明日発売です。今回は第14話から第16話までを収録、映像特典はオフボイス名場面集です。そしてこちらサウンドトラック第2弾、7728サウンドトラックス、初回版はピクチャーブック仕様でオリジナルポストカード7枚付きです。買ってください。さて、来週は年末7スペシャルをお届けします。今年放送された7の中から名場面名台詞を厳選してお届けします。そしてお年玉プレゼントも用意していますので、どうぞお楽しみに。それではまた来週、バックからお届けしました。グラムール美容専門学校の提供でお送りしました。